水俣病の被害を訴え国などに損害賠償を求めた新潟水俣病第五次訴訟できのう初めて原告の本人尋問が行われました第五次訴訟は水俣病の症状を訴える150人が国や原因企業の昭和電工を相手取り1人当たり880万円の損害賠償を求めたものです提訴からまもなく9年が経つ中 昨日初めて原告の本人尋問が行われました証言台に立った原告団団長の皆川栄一さんは阿賀野川の魚を日常的に食べていた昭和38年頃から手足のしびれが始まったと証言一方被告側は反対尋問で過去の病歴に触れ水俣病以外の疾患が原因で発症した可能性を言及しました 次回の口頭弁論は来月24日に行われる予定です。